ります。あるまじろーくるくる回ります。もうはっはっはぐ感情を書く。隠し通りはいりゃいりゃいりゃ。いりゃいりゃいりゃ。たったったたらたったたらのやー。やめてくれ、耳が腐りそうだ。ということで今回の曲名はボスでお送りいたしました。その後ゲロみたいな歌声聞こえたがな。ゲロみたいな歌声って言うな。はい、ということで今回から新エリアレッドガル禁足地に足を踏み入れようと思ったんですが、足熱そうなんで一旦戻って竹馬持ってくるんで。燃えるわ。いや君ら足の色違うし、それ靴履いてるんじゃねえの。これ靴なんでしょうか。自分のことが一番よくわからないよね。うん、まあ足の裏やけど覚悟で先に進もうと。隕石だー。おい、これやけどどころで済まされないだろ。押すなよ、絶対押すなよ。これ本当に押しちゃいけないやつだから。そこは押すとこだろ。死にたいの。あいつ絶対仲間呼ぶか弓で攻撃してくるやつだろ。ブレスオブザワイルドで学びました。懐かしすぎねえか。ちょっと違う種族が出るの。いてくそ、勝てると思ったのに。そのもちもちでなんでトゲに勝てると思った。てかお前降りてこいよ。え、誰のこと。ダメだ、あいつ全然降りてくる気配がねえ。仲間がやられたってのに白状なやつだぜ。あんなやつは住民税が高くなる呪いをかけます。あいつら税金とかねえよ。こっちと来機するだけで税金かかるっていうのによ。諸事情により動物化しております。おっと、攻撃ボタンを間違ったぜ。お前最近毎回間違ってるんだが。しょうがないですね、インディーゲームは大抵 Y ボタンが攻撃ボタンなんで。カービィをやれよカービィを。てこれ隕石落ちたところ沈んでいってねえか。天然の温泉ですね。ゆっくり温まれねえわ。大丈夫ですよ、なんかあったらオロナイン塗っておけば。だからやけど程度で済まないのよ、命の危険が伴うのよ。今軽くオロナインをディスりましたね。言ってねえよ。大塚製薬さんには本当にお世話になっているんです。糸用事とか。それ小林製薬ですね。あ、アクエリアスとか。それはコカコーラですね。アクエリアスってアクエリオンみたいだよね。あ、ちょうど今風邪ひいたわ。早退します。大丈夫ですよ、マリちゃんの平熱 56.7 度ですから。もうそれ人間じゃねえよ。なんですかあの地獄ゾーンは。好き嫌いすんな。こっちは馬じゃないんですか。お母さん、人参は入ってるのわからないように料理してよ。人参生丸ごとじゃ無理です。自動販売機やロッカーよりは人参の方がよっぽどマシだと思うけどな。マリちゃんはお子ちゃまだから、あの大人の味の良さがわからないんでちゅねえ。人参食えないお前の方がよっぽどお子ちゃまだよ。あ、落ちた。ということはさっきのあいつも。おい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 、高みの見物してねえでした。降りてこいやー。剣のおかげでなんとか届きました。ということでこのミッションは終了。なあこれ、やっぱりどんどん沈んでいってないか。沈んでいく前にこのダイヤを集めないといけないんですね。え、こんな時にトイレ行きたくなってきた。マリちゃん代わりに行ってきてくれない。それは地球がひっくり返っても無理だ。ちゃんとウォシュレットしてね。無理だって言ってんだろ。マリちゃん、イヤイヤ期ですか。イヤイヤ期とは2歳前後の子供が嫌だと自己主張が激しくなっている状態。嫌だじゃなくて無理だって言ってんだ。てか早く最後のダイヤ救出しないと、どんどん沈んでいってるから。大丈夫だ、平熱 56.7 度のマリちゃんなら溶岩に沈んでいっても温泉感覚で潜れますから。普通にダイヤ集まったね。これでマリサのポエムが助けられますわ。え、いや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 、ポエムの流れはもう収束しただろ。マリサのポエムが久しぶりに聞きたいって熱いラブコールは結構来てるんです。会いたくて会いたくて震える、あれこれ地震じゃね。マリサポエム書いてたら地震来ちゃったよのポエム。やめろー。そして道中でそのダゴンサブローを助け出しまして。そのダゴンサブローです。誰だよ。いやー、今日はそのダゴンサブローを救出したので気分がいいな。いやー、それにしても熱い。マリちゃんの熱気かな。溶岩の熱気だわ。マリサは修造と肩を並べるくらいの熱気を持ってるからな。持ってねえわ、適当なこと言うな。いや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 、沈んどる。あ、私もだ。はい、行けました。ここなんか歩きがするな。私が溶岩に落ちなかったことを一緒に喜ぼう。やっぱり私の思った通り隠し扉がありましたわ。もっと一緒に一喜一憂しよう。マリサ、こっちにはどの気配がしますよ。もうね、私のポエムとかだったら救出しないでほしいんだわ。あれはマリサのマイナンバーカードですね。早く救出しろー。え、私マイナンバーカード落とした。ダメですよマリサ、そういうのは厳重に保管しておかないと。あれを落としたとなると不正使用される。その割にぼーっとしすぎじゃない。画面から見切れて押されてましたぜ。そうじゃないのよ。落ち着いて、私の頭の鉛筆。おい早くしろって。大丈夫大丈夫、慌てない慌てない。慌てて、あと2個なんで全然余裕っすよ。熱い分だ。熱いところの騒ぎじゃないですよ。溶けるわ。夫大好物のオムライスだ。そんな熱い。もう無理です、マイナンバーカードは諦めてください。諦めきれるかよ。ほらここ掘れ。ワンワン、犬かなって。本当に犬出てきた。うわー、助けられませんでした。諦めるな、助けるんだよ。とは言ってもこの状況よ。大丈夫だ、道中にオムライスがあったろ。霊夢さんさっき食べたんでないです。え、いや私が絶対にマリちゃんのマイナンバーカードを助け出してみせる。そのダゴンサブローも何かけて。いやあの人全く関係ない、赤の他人なんで。デスデに安全な場所で待機してるマリサ。もうあいつは色がパカパカしちまってるんだ。完璧。耐えた耐えたよマリちゃん。この人らどんだけ瀕死状態なのよ。霊夢、私の個人情報はお前にかかってるんだ。マリちゃんの情報は誰にも渡さないぞ。あなた前々回私の通帳の暗証番号を暴露した人ですよね。やったー、ついに助け出したぞマリちゃんのマイナンバーカード。ということでマリサのマイナンバーカードを救出いたしました。これマリサの八百屋のポイントカードじゃね。そういえば私マイナンバーカード持ってなかったわ。なんなんだよ。ふう、慌てたら喉が渇いたので水分補給でもしますかね。すごい量補給したね。さあその瀕死状態で残りどこまで進められるのか。もしかしたらこの水で溶岩を消せるかもしれない。そしたら無傷で進めるかもしれない。もうね、クラブなのがビンビン伝わってくるのよ。いやでもやっぱり頬張りは強し。マリちゃん私の後ろに隠れていなさい。霊夢かっこいい。上から隕石が落ちてきてますけどね。まあそんなものはスルーでいいでしょう。余計なリスク背負いたくありませんからね。大丈夫ですか。だいぶ小さくなってきてますけど。うむ、水を補給したいと。え、
タイミング良すぎね。任天堂さんありがとうございます。これで私たち瀕死状態でもゴールできそうです。もう何も言わん。まあでも頬張りは攻撃力もあるのは間違いない。そして奥にはうっすらとゴールが見える。これもしかしたら、え、めっちゃ隕石落ちてきてるけど、どういうこと。今感動のシーン始まるってところだったけど、挿入歌入れようかっていうタイミングだったけど、マリサ、隕石が落ちてきても我々はこのままゴールするぞ。おう、霊夢、あと少しでゴールだ。そのまま水を吐き出していけばいける。このまま死なずにゴールできる。ちょっと待って、なんで吐き出した。右側にワドがいるのを発見して気が動転して吐き出しちゃいました。シーン、いわ、まあ金を払えば再戦なんてすぐできるんですよ。金で解決ですよ、ぐへへへへへ。皆さんはこういう大人になってはいけません。てかさっき火山弾に水をかけて7個壊すってミッションが出てたけど、はい、もうクリア可能になりました。この子ミッション理解してなさそうですね。それよりもワドの救出を優先しているのか。でもあの3個の隕石本当に撃ち落とせるのか。そしてこのステージがディスカバリー史上難関なステージとなる。しかもこいつ水補給していかなかったけど大丈夫か。水が少しでも入ってなければ動きも俊敏になり、隕石まで早くたどり着けるんじゃないかという作戦。タイヤ全然スピード変わらんな。霊夢の作戦はしょっぱなから失敗した。いやでも水が足りなければ私の唾液でもなんとか対応できるかと。ためんだよ。いやしかもこれ隕石4個だな。私がワドを救出。それはあまりにも無謀だった。これもグラじゃないとワドの救出できませんよね。いやもう地面がないんだから救出は無理だよ。はい無理だったので一旦ゴールします。まずは隠し通路ですが、先ほど上に宝箱があった場所で隠し通路を見つけました。なんで普通に敵に突っ込んでいくの？おお、こんなにお金を隠し持っていたとは。こんなところにお金を置いておくなんて不用心だよな。そしてきっと先ほどの宝箱は設計図でしょうか。はい、カプセルでした。そんなことより問題はこっちですよ。まさかこのステージが我々の一番の難関となるとは。他の方々はこんなに苦戦するものなのだろうか。まずは隕石を全て落としてから能力をモグラに変えては同級室という流れでいきます。とその流れしか攻略できないから。落ち着いて一つ一つ壊していけば全然難しいミッションじゃなさそうじゃん。さっきは突然のことで慌ててしまいましたね。ここで慌てず水分を補給。頼むから走ってくれカービィ。なんならゴロゴロ転がってくれても構わん。まずはクソ邪魔くさいバッファローを退治。ここで隕石落下。さあミッションの始まりだ。言ってることはなんかかっこいいんだけど、なんだろう、できる気がしない感じがするのは。バッファロースルーでいきますマリちゃん。よろしく。果たして霊夢は隕石を全て落とすことはできるのか。この続きは来週。引っ張んな。とへぇー。え？これ無理すぎね。いや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 、言ってもカービィよ。子供思いの任天堂さんだもの。子供向けに作ってあるに違いないわ。がっつり大人なんだが、むしろ中の人お年寄り説あるから。お年寄りじゃねえわ。まずは落ち着いてバッファローを始末します。おい、本当に間に合うのか。慌ててはいけませんよ。このミッションは慌てたら失敗しますから。はい、落ち着いて左側の隕石を早く右。いや、どこ撃ってん。慌てたら失敗しますからね。あれは慌てるって。慌てない、慌てない。じゃあ、会いたかったよ、ワドルディ。このミッションはお年寄りには優しくなかったようだ。だからお年寄りじゃねえって言ってんだろ。ということで、バルのアクエリ君を救出いたしました。はい、アクエリ君だよ。まさかここでアクエリが出てくるとは。ということで、今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。大好きだったカービィ、ちょっとだけ嫌いになりかけた。何やってもまくりかなー。ブーゼリカせたクソだからね、しょうがない。何やってもまくりかなー。あー、ごめんねー。ごめんねー。何やってもまくりかなー。第三次火山弾落とせないって。何やってもまくりかなー。何やってもまくりかなー。は。はい、ということで、何をやってもうまくいかないカービィ実況やっていきたいと思います。もうね。すね毛処理してもうまくいかないし。いや、私こんなに剛毛じゃないんだが。久しぶりに友達から連絡来たから言ってみたらマルチ商法の勧誘だったし。私こんな友達知らない。もう友達は AI でいいやと思ったら人生を AI に全て支配されるし、イラストや3個のイラストどこで使えばいいんですかね。とにかく何やってもうまくいかないんですよ。いや、10割作り話だったし。いや、マルチ商法のは実話だな。マリちゃん漫画肉の残りがお裾分けしますよ。残りがって嫌なんですけど、これミッションだったんか。どこかにもう一つのお肉があるわけですね。ワドルディのことかな。私の種族食い物だと思ってんか。さすがなんでも食べちゃう霊夢さん、衝撃発言だわ。そや、指名手配もされるわけですわ。あいつは私のストーカーだったんだよ。うん、なんかここら辺食い物の声聞こえないか。わにゃわにゃ聞こえますね。だから我々の種族を食い物の対象として見るのはやめてもらえますか。サイコパス。いや、でも声は聞こえるのに姿は見えないな。はっきりとは言えませんが、諦めますか。はっきり言ってんじゃねえか。エリンギぶつけるぞ。食べ物を粗末にしないでマリちゃん、せめてコリンクにして。エリンギとコリンクっていうほど似てないからね。あ、こんなところに閉じ込められて。これは霊夢愛用のオロナインじゃねえか。赤毛で霜焼け、ヒビ、ニキビ、擦り傷、切り傷、水虫、軽いやけどに効くというこのステージでは必須アイテムの私のオロナインが。ここの溶岩軽いやけどじゃ済まされないから。軽いやけどしました。早くオロナインを救出して、大砲に顔面でぶつかっておいて軽いやけどで済まされるお前なんなの。まあ、しいて言うなら国宝救技所。霊夢はコリンクに電気ショックでも使用してもらうとして。少し冗談が過ぎましたわ。こんなところに隠し通路があるじゃないですか。これで私のオロナインも救出できそうですわ。軽いやけど、軽い電気ショックに。軽い電気ショックは違う。水虫にも効くってさ、よかったね。全世界に私が水虫だって言葉れたぞ。で、私水虫じゃねえから。皆さんネットの中にはこういった嘘の情報も紛れて。はい、ということで、私愛用のオロナインを救出いたしました。
のぼ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 の、いやなんか向こうに通路ないか。これだけ複雑な建物だと隠し通路が何個もありそうなんだが。え、隠れてたくせに隠せるだけ。いやーそんなことないですよね任天堂さん。肉だー肉があるぞ。良質なタンパク質が取れました。誰かダンベル持ってきてムキムキになるつもりですか。さあのぼ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 のしていきますよ。まああたこいつですか。こいつとはもう何回も戦いましたからね。お風呂の位置もわかってる中ですわ。どういう関係ですか。わー腹パンチ食らった。マリさんそんな装備で大丈夫か。私バンダナしか装備できないんで。ラーメン屋かな。いやもうこれのウキンプレイで全然倒せちゃいますよ。かわいそうだからこれ入ります。いずれにしても入れる気満々じゃねえか。この中ちょっとあったかいですよ。ワイルドフロストだぞ。あったかさもっと寝てねえんだよ。はい、ということでゴッチゴリに押して余裕で勝てました。勝負してね。はい、この溶岩ステージに似つかわしくない中ボスが出てきましたが、そして私も今ここのステージに似つかわしくない格好をしていますが、可愛いので気にせずやっていきましょう。はいはい、溶岩を凍らすんですね。いや凍ってねえな。私の力も落ちぶれたもんだ。1、2年修行に出る。いいから早くカービィ全クリしてくれや。はい、修行から帰ってきました。ご覧ください。どうですかこの白鳥のような滑り。ついてくの大変なんでちゃんとやって。私は修行で熱いものに乗っても足が熱くならないという技を身につけた。うわーたまに熱い。熱いんじゃねえか。精神を統一すれば熱さなんて全暑さに耐えられるよりも滑りの練習した方がいいと思うよ。マリサがもうついていく気がなくて草。滑りに関しては羽生の称号を受け取ってますからね。これは称号剥奪ですね。いやちーマリちゃん油断してたら溶岩風呂の餌食ですよ。お前が落ちたり戻ってきたり繰り返すからついてくのしんどくなったんだわ。ちょっとくらいのパカパカしすぎだろ。これ何下にワドがいるのは見えてる。あ、私の主要の賜物。足の裏でマグマブロックの熱を冷ます技ね。いやこの技は最後まで見せるなって言われてたんだけどな。誰に言われてたんだよ。そりゃ師匠っすよ師匠。さあこれでマリちゃんの放棄が助けられますね。ここのマリサ空飛べないんだよな。はいマリちゃんの放棄だよ。モップじゃねえか。私は掃除係か。ここの床なんかひび割れてません。あーまるで鬼嫁の引くのよ。そんなにガサガサしてねえわ。まああたこの秘伝の技を出す時が来ちゃったか。死にどうする気さらさらないですよね。これ一瞬でも足止めたら暑さ感じちゃうから。ちょっとそこの厚い靴履いてるだけだから。厚底サンダルじゃねえか。燃えそう。ふぅ、なんとか厚底サンダルで乗り切ったな。あとはこの冷えた足場を戻るだけだ。てなんで足場崩すんだよ。今のはめっちゃ短足やで。短足っていうか足の部分しかないのよ。なんでその説明するのにその画像使った。まあ足首から下しかない私も可愛い。自分大好きかよ。私同担拒否なんで他を押してください。そして霊夢押す者はいなくなった。ごめん、押して押して押しまくって。そしてあれはフランの才能。私は救出しなくても才能ありまくりだからな。引き血液だってできる才能もあるぞ。声はデカ化け物混ざってない。違いますよ。あの救出しないといけない才能はお尻セレブをミシン目でちぎれないようにする才能です。うん、いらないかなその才能。お尻セレブは柔らかいがゆえにミシン目で勝手にちぎれてしまうんですよ。わかったからネット回線でお尻セレブについて熱弁しないで。フランには自分の好きなところでちぎれるようになる才能を救出いたしましょう。それなんだけどさ、吸血鬼ってトイレ行くの？まあフランがトイレに行こうが行く前が私は救出します。早く倒れろやー。おい時間が半分迫ってんだよ。私別に好きなところでちぎれなくていいよ。いいか？一ミシン目でちぎれたら苦悶も吹けねえぞ。この子の熱についていけないんだけれども。よし早く乗り込め。おいもっと早く動けんのか。足と手をバタバタさせてる私も。おい時間がねえぞー。本当に時間ねえな。はい、ということでフランの才能を救出いたしました。これでお尻セレブを好きなところでちぎれるようになったね。そして道中マリサの友達たわしバナナくんを救出いたしまして。そんな友達知らねえわ。私バナナくん。ステージも終盤へ。またこの看板を完成させるとかっていうミッションないでしょう。なかったですわ。先ほどお尻セレブを好きな場所でちぎれる才能をいただいた私ですが、その話まだ続くの？皆さんはこの蓋を閉めたまま使ってないだろうか。知らねえわ。この蓋を開けて使うとミシン目で勝手にちぎれたりはしないぞ。なんだって？みんなも素敵なお尻セレブ生活を手に入れよう。さすがお尻セレブ神前大使。勝手に神前大使を語るなって。これカービィの動画なんですが、やっぱり正しいことを発信していかないとな。別の動画でやってくれや。今日の動画大半がスネギかトイレの話だったわ。できたねえチャンネルだな。まあ私の姿でも見て落ち着いて。落ち着けねえわ。私の象徴いります？いりません。あげたらダメだろ。さあこんなためになる話をしてる状況でもないんですよ。見て え私じゃないですよ。十中八九お前だね。さあ悪い記憶は脳内から抹殺。因果応報というやつですな。自分がしたことは自分に返ってくるというものですよ。また一つ賢くなったね。いやーためになる動画だな。ほぼスネギとトイレットペーパーの話しかしてないこの動画が。記憶にないけど身に覚えしかないですね。記憶にねえんかい。ほらほら私の読み通り反対側に何かありますよこれ。あんな大砲連なってるところどうやっていくんだよ。まあ私の肺活量にお任せを。おお、すごい肺活量だ。今なら1000本のろうそくだって消す自信あるね。ということで100本のマッチをご用意いたしました。スプラで使った画像の使い回しやめろ。よかったらスプラさんの動画見てない人はぜひ。さあ控えめに動画の宣伝も済ませまして。サムネの配置が控えめ。お、あれ絶対はどいるな。ということでワドルディ救出大作戦。何これ縮み上がるわ。ちょっとちゃんとボートに乗ってく乗船いたしました。おーおーおー、ちょっと発進する合図とかないわけ。発進しました。知ってるわ。それではワド救出に向かいます。あれ内田が入ってるらしいぞ。よしスルーしよう。ここまで来てスルーは無理だろ。内田救出の声は多くいただいてるぞ。ということで内田を無事救出いたし、さあ先へ進みましょう。見てはいけないものを見た気がする。海
は広いな大きいな。お前冒頭の歌のうまさはどこ行ったのよ。さあ何かありそうな感じがビンビンしてるので遠回りで行きますよ。こんな暴走ヨット早く降りたいんですけど。なんとか到着迂回してまいりまーす。なんで、で本当になんかありそうじゃねえか。まあ何ヶ月もカービィやってますからね。そのプレイ時間は誰よりも短いよ。風車を全部回すってミッションだったのか。ついでにカプセルもいただきまして、はい、ご乗車ありがとうございました。船員を攻撃しようとするのはおやめください。もっと安全運転で頼みます。お、ゴールでしたか。ということでこのステージもクリア。って今なんか的が見えなかった。的あるな。てやー。そやー。当たれやー。やっと当たりました。なになに？ハルベアにご招待。設計図だー。設計図だけ増えていって進化してないっていう。レンジャーの設計図でござったか。なるほどなるほど。後回しだな。さっさと進化しろ。ということでゴールいたします。クラッシュでワイルドフロストを倒すはいつも通り、ギリギリまでマリちゃんに攻撃してもらって、とどめを私が刺しましたとさ。ということで今回はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。最悪だ、最低だか。アービリのせいだ、そもそも戦う気ないのに配置やめて、最初からいなければ楽だったのに。それなのにペンキンのせいだ、居場所もろくに定まってない私たちの反撃の日々だ。感じましたね。ガルルフィーの心の叫びを。勝手なイメージです。お、早速言いますよ。あーマジだり、早く帰りてー。勝手なイメージです。いろいろあるんですよ。やっぱり下っ端っていうのは、ずっとここの門を守ってたのに一瞬で倒されるガルルフィー。いつか報われる日が来ることを祈ってるよガルルフィー。ということで今回は工場に潜入です。ぺしゃんこにされる未来しか見えない。あーやっぱりこういう感じですよ。鉄のサンドイッチが出来上がりそうだね。TT サンドイッチってか。まず5年黙ろうか。ファイブヤースレーター。さあマリサ、今日もカービィ頑張っていくわよ。もう早く全クリしちゃいたいんだぜ。待って、5年の間に何があった？サンドイッチじゃなくてホットドッグになっちまったってか。あーかっ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 か。本当に何があったの？いやだからそれはこっちが聞きたいんだっての。まあたまには違う立ち絵も気分が変わっていいかもしれないわね。お前動画終盤までこんなムッキムキな立ち絵置いておく気か。でなんで私おにぎりなんだよ。え？前世おにぎりじゃなかったでしたっけ？前世おにぎりってなんだよ、悲しすぎんだろ。中身は昆布。やかましいわ、ドドンじゃねえんだよ。で、私たちずっとこれ腕組んでいくわけ？当たり前でしょ。最近 YouTube の規制は厳しいのよ。大事なところ隠していかないと。されるわ。バンのところいちいちツートルオンにしなくてもいいのでは。だがお前の胸毛もどうにかならんか。わかったわ。腹筋は、いや腹筋のかよ素直か。しかもホットドッグからサンドイッチに昇格よ。それ昇格なんだ。で立ち絵のせいでゲーム画面が背景とかしてるんだが。いや私のこの姿がもう実況を表しているわ。頼むからおにぎり語で喋ってくれないか。トリシペケランド、伝わったかしら？全然。え？おかしいわね。おにぎりごってスワヒリ語のことよね。違います。全然似てねえよ。マリサの立ち絵でよく見えないけど、コーヒーを飲むってのがミッションみたいね。いやお前ら並ぶな。前方から牛が来てるな。サンドイッチとおにぎり、牛はどっちに合うかしらね。何そのくだらない話題、動画で話すことか。牛肉にはやっぱり米だろ。確かにそうかもしれないけど、挟まれてまでする話じゃないわね。お前らその立ち絵になってからリアクション薄すぎだろ。被弾したら叫べよ。叫ぶとパンの中身が飛び散ることになるけど。でも牛はいないのね。でも見たらわかると思うけど、私まだ DLT になりきれてないのよ。確かにベーコンの部分がないから LT 状態だな。LT 状態っていうな。で一旦ちょっと私のまつげを救出させてもろて。冷静に救出するな。ねえちょっと待って、まつげ救出したせいでずっと笑ってるみたいに見えるんだけど。怖いわ。私ずっとニコニコしてるやつ苦手なんだよ。100均とは思えないクオリティのまつげですね。それつけ間だったんかい。逆につけ間じゃなかったら怖えよ。まあつけ間もいいんですけど、まずは肉を挟ませてくれ。そんなことより私ら体力やばくね。だから並ぶなっての。確かにやばい状態ですね。タンパク質が足りてない。やはりプロテインを取っていかないとステージも進めないな。筋肉の元となる栄養素だからな。いや先に進めないのはタンパク質のせいじゃないから。となるとやはりマリサの具が昆布なのが原因か。お前らのプレイスキルが原因だわ。はい、ということで2杯目のコーヒーもいただきました。実にサンドイッチに合う。いや私の中の具をシーチキンマヨにしてくれればワンチャンおにぎりにもコーヒーは合うはずだ。バカじたかな。いやいやサンドイッチとコーヒーの組み合わせには勝てないよマリサくん。いや仲間になりたそうにこちらを見ないでくれ。仲間になりたそうにこちらを見ている。仲間にしてあげますか。いいえ。いいえじゃねえんだよ。パン対ご飯なんてのは永遠のライバルなんだよ。でもな、ダイエットには断然ご飯の方が有利だからな。確かにお前より断然私の方が筋肉がすごいだろ。わかんねえよ。てかいつまで続くんだよこの話。立ち絵が戻るまでですかね。で、でも私だって中身はトマトとレタスでこんなにヘルシー。まあ一旦我々の戦いは置いておいて、捕まってるはどう救出することにするか。一旦休戦ですね。いいでしょう。そこにあるのは霊夢のへそくりだが。いいでしょう。へそくり3年しかありませんが救出することにしますか。それ救出する意味ある？3年をバカにしたら3年で泣くぞ。確かにお金の価値は金額じゃねえ。3億と3年落ちてたらどっち拾う？どっちも。ということで私の3年のへそくりを救出いたしました。で、朝はパン派？
ご飯派？焼きうどん派？どっちでもねえのかよ。てかこのハイスピードに上下運動してる隙間を入るのはおにぎりの方が圧倒的に有利かもしれない。おにぎりはコロコロと転がれるからなと思いましたが隙間高くなりました。サンドイッチでもいけます。いやでもおにぎりの方がスピードは出るね。こらおむすびが転がっていく童話なんてのもあるだろ。あのじいさんがしゃかり気になって転がっていくおむすびを追いかける話ですね。言い方よ。じいさん必死すぎて草でした。だから言い方。だからすまんがここは私の方が先に行かせてもらう。マリちゃんそこはもう壁です。焼きおにぎりにでもなりたいんですか？言ってる意味がわからん。ということなんでコインが誘導してる先にあるお宝は私にお任せください。お宝の中身がローストビーフだったらどうするんですか？サンドイッチに合いそうだね。でもお前お宝がシーチキンマヨだったらどうすんのよ。サンドイッチにも合いそうだね。サンドイッチのポテンシャルすげーで。ここまで誘導しておいてあるのは扉だけですか？なんだか気落ちしちゃうな。ほう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 。ついに爆発する時が来たようだな。米粒が飛び散るぜこや。そんなマリちゃんの姿も見てみたいということで殿下。いいのか？梅干しの種だけが残るぜ。お前中身昆布だろ。よしマリちゃんはそのボタンでドアを開けてくれ。私が大砲に乗る。お前パン粉になる気か？来世はそのパン粉でエビフライにしてやってくれ。いやもう導火線消えてるから。この階段の導火線と今なんか渾身のギャグカットされたぞ。校長先生の話の方が数倍面白いよ。それ実質私のギャグが引くほど面白くないってこと？それよりも早く階段をどかせないと。そうだね導火線とね。これはどうしたらいいのかな。後ろに避けちゃえばいいのかな。で段差が邪魔で避けられないんですけど。あーもう導火線が来とるんじゃ。霊夢くるくる回ってけ。くるくる回るのはマリサの方が得意では。あこれサンドイッチの私もお手上げですよ。回転はマリちゃんにお任せします。おにぎりだからねコロコロしてるからね。これ階段は必要ないんでしょうか？階段がないと上の大砲にも乗れないだろ。できればボタンの上に階段を置くのがベストだが。わかった。私がボタンを押すからマリサが大砲に入ってくれ。いやいや私が大砲に乗ってもレイムが乗れないと何の意味もない。そうやって米粒になるのを恐れてるんだな。そりゃそうだ。大破するのは誰だって怖いさ。わかった。私が大砲に乗るよ。でもそのパン粉を使ってエビフライにしてくれよな。お前エビフライになるのが夢だったもんな。でもそれは叶いそうにないぜ。なんだって？だって私も乗るんだから。ちょっと待ってなんか乗れないんだけど。私だけがパン粉になるのさー。霊夢ふ、ギリギリ致命傷で済んだな。霊夢さんそれアウトです。お前がエビフライになるのはもう少し先になりそうだな。ということでマリサの愛用のプロテインを救出いたしました。さっき落としてましたよ。お前命をかけて私のプロテインを褒め散らかしてくれ。なんで大砲にぶっ放されて無事なの？なんでだって私は防御力の高いフランスパンで出てるからな。あ、こっち側なんかあります。今度こそベーコン。文化ハム、お宝が待っていることでしょう。今の私はトマトとレタスだけが友達ですからね。何そのアンパンマン状態。まあでもベーコンとハムなら私だっていけるぜ。ほうほう、お宝は設計図でござったか。しかもスリープの能力。霊夢のへそくりの3円あるから元気出せって。いやそれ私のなんだわ。マリサ、ステージも終盤に来ちゃったけど、私らの立ち絵このままなの？まあ戻らなかったら筋肉チャンネルでも始めるとするか。マリサそれ以上ムキムキになるつもり？おにぎり通り越しておにぎらずになるつもり？だから言ってる意味がわからんのよ。おたくら後ろから剣山近づいてきてんのわかってる？まあ慌てないで最後のコーヒーでもたしなみましょうよ。そうだよ私たちどうせ賞味期限短いし。悟ってんじゃないよ。ほらきっと立ち絵戻してっていう救出込め来てる。来てるわけねえか。私たちは誰かに食べてもらえれば本望なんです。そうですか。じゃあ、おいお前やめろや。お前には心がないのか。食べてもらうのが本望だって。そんなこと口では言ってても本当は怖い。めんどくせえな。じゃあ最初から言うなや。お前はおにぎりの気持ちが分かってない。分かるわけねえだろ。マリサ、腐るまで我々頑張りましょう。そうだな。一歩ここまで行ってみるか。いや立ち絵戻せばいいだろ。まあサンドイッチの人生も楽しかったよ。まだ6分くらいでサンドイッチの人生を語んな。そしてこの先にキノコの学校に行き力が捕まってる気がするな。それはぜひ助け出してあげたい。学校って大変だよな。集団で勉強する場所だろ。人が集まるとそれだけでいろいろなことがあるよな。あまり無責任なことは言えないが、辛くて辛くてしょうがない時は無理しなくていいんじゃないのか。キノコの体を第一に考えてくれ。私はキノコが元気でいてくれることが一番嬉しいよ。お前サンドイッチだといいこと言うんだな。まあ私サンドイッチだから学校行ったことないんだけどね。霊夢の背中は俺が押すよ。溶岩にマグマダイブさせようとしてる。なるほどなるほど。サンドイッチですからね。四角に収まるのには慣れてますよ。私だって三角丸四角どれにも対応できるぜ。マリちゃんはすーぐマウント取ろうとしてくるんだから。お前とは永遠のライバルだからな。え？何これ三角？丸？いやサンドイッチは丸には対応できない。なので三角を選ばさせてもらう。どんな理由で選んでんだよ。フランスパンとかで作れば丸にも対応できるって。ということだから形対決も引き分けだな。マリちゃんとはこれからもいいライバルになれそうだよ。いや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 、そこは熱い友情に芽生えなくていいから。サンドイッチとおにぎりが分かち合った歴史ある瞬間だぞ。ということでスプラと東方が好きな人のスプラさんを買う貯金を救出いたしました。私のへそくりも足しにしてくれ。中身は3円。ということで一旦ゴールです。制御室に行く方法ですが、あの木箱をぶっ壊して窓が開いた場所の反対側に通路を発見いたしました。それを進んでいくと制御室です。この工場はサンドイッチマンが占拠した。いやそれだとお笑い芸人になっちゃうから。あと一度も挟まれないというミッションも無事クリアいたしました。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。わはーういあまちょまちょー、わはーういあまちょまちょー、とたあぬち、とまときち、なんてこったいべこんないしおふって、ゴマを振って、なんとだって転がりたい。さあマリサ、今日もカービィ実況やっていくわよ。もうね、Z
前回のあらすじの替え歌でもなくなってるんだよね。おい字幕どうした？ツッコみたいのは字幕だけじゃないんだよな。私たちって北海道生まれ北海道育ちじゃない？まあ主がそうってだけだが。あ、ちなみに前回見てない人に説明すると、私が霊夢よ。そしてこのおにぎりがマサオよ。誰だよ、私はクレヨンしんちゃんの登場人物じゃない。いや、おもんな。おもんなオブザイヤー2023受賞おめでとう。先取りしちゃったよ。そんなことより話を戻すわ。戻さなくていいから実況してくれ。それもそうね。向こう側に同じ種族の方もいらっしゃってますしね。は？私おにぎりですけど、どう見たって同じ種族じゃないですね。これがおにぎりの遠吠えってやつね。いいから早く能力選べや。ここは最強行く最強のアイスで行くとしますか。最強かもしれない。最強って何？菓子折りのブロッコリーを持ってくるの忘れたわ。もうそれ菓子じゃねえよ。てかせめて字幕の色変えてくんない？誰が喋ってるかわかんないだろう。は？視聴者様舐めてんですかい？我々より数倍耳いいです。確かに声の設定間違ったらすぐ気づいてくれるよな。コウモリ並みの耳の良さということで、頭がたわしよりもたわししてるゴルルムンバさんとの再戦です。確かにすごい毛並みの良さ。あれで風呂掃除をしよう。ゴルルムンバさんたわし、歌丸を添えて。お風呂がピッカピカになりそう。マリサ、とりあえずこのゴリラ黙らせてくれるかしら。なんで私に言うんだよ。最強行く最強のアイスの能力できてるお前が黙らせればいいだろう。それもそうだったわ。冷えっていうのは足元からダメージを受けるからね。限りなく股間に当ててないか。おいマリサ、失礼。おにぎりになると冷静な判断ができないようだ。それ本当にどういうことなの？というかこれスノーダメミッションありそうじゃね。もう被弾してる、諦めろ。それで私たち治水の北海道民じゃない？急に話戻るのなんなの？ついていけねえわ。そう言ってもう5年以上も一緒にいるじゃない私たち。お前以外の相棒は考えられないぜ。これはもうシーズン22の主役の座はいただいたわね。もちろんマリサは亀山ポジションで。なんでだよ、私に主役やらせろって。私たち治水の北海道民だって話はしたわよね。その話いつ続き聞けるの？とりあえずマリサ乗って。おにぎりの時は冷静さがあるからな、叫んだりしないんだぜ。さっき冷静さ書いて股間とか言ってましたけど。てか叫べよ。頼むから叫んでくれよ。もう断末魔を叫ぶようなチャンネルではなくなったのよ。そうだぞ。これからは大人なチャンネルを目指していくんだ。大人なチャンネル目指してる奴らがサンドイッチとおにぎりってどういうことよ。落ちたな。落ちましたね。あの溶岩に落下して同時ないだと。いや、耳のやつ震えてんな。そんなわけないだろ。そうよ、マリサはおにぎりよ。転がって穴に落ちたことなんてザラにあるでしょ。そうだぜ、落下は私の得意分野だぜ。履歴書にだって長所は落下っていつも書いてるからな。いろいろ突っ込むところはあるけどもうスルーでいいや。さあマリサ、ラストスパート飛ばすわよ。あ、もう時速350キロ出しちゃってくれ。それもう新幹線超えてるから。なかなかいいドライブテクだったぜ。また一緒にドライブ行きましょう。もういいかな。はい、ということでサンドイッチの口を救出いたしました。いい笑顔、いい笑顔なんだけど歯が抜けてるんだよね。なんで歯が抜けてる？口を救出したの？それは私に聞かれても困る。ということでストーカーとの再戦ね。え？何今回ボスラッシュなの？ここのステージが幹部招集ってところで気づいてほしかったね。え？こんな空想の彼女とダンス踊ってるこいつも幹部なの？かわいそうだからそれ以上言うな。しかも私これ能力選択絶対間違った気がするのよね。その能力回避できないもんな。一旦相棒の下りの後からやり直してもいい？お前あの後ぐらいからボケが発だもんな。やかましいわ。違うのよ、あの後ぐらいから歯がスースーするのよ。そりゃ歯が抜けてるもんスースーもするだろうな。一旦歯医者行ってきて。頼むからこのステージが終わってからにしてくれ。セクハラね。どこら辺がセクハラだったのか教えてもらっていいか。その上半身よね。それに関しては本当に申し訳ない。私たちは一体何を見せられているのだろう。もう作り出してしまってるのよ。後には戻れない。え、私下手じゃね。サンドイッチのくせにそんなこと気にしてんじゃねえよ。サンドイッチ関係ないだろ。わかったわ。私 DLC を引退するわ。もともとベーコン入ってないんだから LT だって前回も言ったろ。ベーコンとトマトとシーチキンを挟んでちょうだい。お前 BTS になろうとしてんな。そしてバターをたっぷりと塗るのよ。お前 BTS になってバターを歌おうとしてんな。もうそろそろ実況してもらえませんか。内容が全く入ってこないのよ。お、アルマパラパ1分半。これもミッションだったか。これ全ボスノーダメで倒すとかな気がしてきたんだけど。バター汗かいてきた。バター溶けてきたことを脇汗みたいに言わないでもらえるか。はい、ということで焼きおにぎり用のタレを救出いたしました。結構乱暴に焼きおにぎりのタレかけてきたね。こんがり焼けました。で、私たちって北海道民代表みたいなとこあるじゃない？ないですね。その話何回すんだよ。だから今回字幕は水曜どうでしょう風にしてみたの。それ冒頭で言った方がいいやつだよね。いきなり変わって視聴者さんポカーンになるからどうかしら。もうこれがいいのか悪いのか私にはわかんねえよ。ということなんでおじいさんは感想をお願いします。そこおじいさんに限定しちゃうんだ。おまあビビってませんけどね。嘘つけ。はい、ということでサナエを救出いたしました。サナエです。マッチョじゃねえか。まだボスラッシュは続くようですね。あと出てきてないボスって言えばメス猫ですわ。キャロラインな。いや、でもボスラッシュとか来るとこのゲームも終盤なんだなーって気になりますね。いや、でもこの 45% って何？え、怖い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 。全体の進み具合が 45% ってことなんだとしたら失踪します。やる気満々で安心したよ。さあキャロラインさんとの再戦ですね。え、今思ったけどこれ動画にする必要あったか？同じ戦い見せる必要は全くなかったと思う。もう動画4分以上も作っちゃってるんでね。最悪じゃねえか。しょうがないよ、サンドイッチだもん。脳みそ入ってないんだもん。野菜パンパンで栄養は満点だけどな。でもうすでに被弾したんだが。あ、残念でした。ここのおダメミッションありました。そういうことは早く言えや。言っててもきっと被弾してたよ。いいや、心構えが違ったね。心構えが違った上で被弾してたね。被弾してるんじゃねえか。お前も香ばしく焼き上げるぞ。ごめん、私ホットサンドなんだ。もう香ばしく焼き上がってたね。とまあ前回と今回とおにぎりトーク繰り広げてきたけど、私はTLトークだけど。はこれってレタスとトマトで DL だったけど、ベーコンとレタスだったら DL。 お前に挟まってたのがレタスとトマトで本当に良かったぜ。ある意味おにぎりとサンドイッチの話題でここまで話せるのはすごい。もっと褒めて。私褒められると水分が出てしなしなになっちゃうのよ。それサンドイッチには致命的じゃねえか。とまあゲームにはほとんど触れずに幹部撃破だな。たまにはこういう雑談実況もいいでしょうよ。雑談でもないんだよな。皆さん任天堂ダイレクトは見まして、ピクミン4の制作が決まっ、今乗り込む時はなわな聞こえなかった。雑談はさせてくれなくて、サンドイッチの話なら許されるこのチャンネルなんなの。そして乗り込む時にはなわな聞こえました。完全に取り逃してるんじゃねえか。おいレイム、あまりも
むやみに左右に倒れないでもらえるか。マリちゃん怖いんですか？いや米が飛び散るだろ。大丈夫ですよ。焼きおにぎりは防御力抜群ですから。確かにがっちりくっついてそう。怖いんだよ。私からしたらマリサの見た目の方が怖いですけどね。お前もな。さあでもボタンを押せと言わんばかりに出てますからね。左右には倒れていきます。これボタン押した報酬がベーコンとかだったら許さねえからな。きっと梅干しとかですよ。ならしゃあなしやな。おー。この落下スピードにはおにぎりも動揺を隠せない。あ、左かな？あ、右かな？いやでもボタンが左にあるから、被弾覚悟で左に向けとくか。もう爆弾を避けることを諦めたサンドイッチ。おい、そこのおにぎりは絶対おにぎりー。しょうがないですよ、ボタン押すのが優先ですから。もうその笑顔にもイライラしてきたわ。あ。え？今押し損ねたよね？え？済み損ねた？言ってねえよ。取り逃してませんよ。これだから眼球がないおにぎりは視力が低くて困る。私のように目をつけなさいよ。お前のそれまつげだろ。ということでご乗車ありがとうございました。で、ボタンの報酬は？おそらく押せてたらあのは同救出できていたんでしょうね。お前次は一人で行ってこい。はい、戻ってまいりました。私を巻き込まないでくれる？さっきはにゃわにゃ聞こえてたのでついでに救出していきましょう。高所恐怖症の人なら震えるレベルで高いぞ。ということでマリサの筋肉を隠すための服を救出いたしました。ふぅ、あの、服っていうか、ちくわなんですけど、ちくわしかなかったので、あ、そうですか。で、何と思ってんのか。はい、左ー。はい、右私の話を聞いてください。何ですか？次はおにぎりを取ってくれ。あれはジェットコースター恐怖症を克服する効果がある。おにぎりにそんな効果あるなんて聞いたことねえよ。わかりました。被弾覚悟でいきますよ。そうだね。もう避けるとか考えるのはやめようで、おにぎりおにぎり。おにぎりー。マリちゃんはジェットコースター恐怖症を克服した。楽しいー。手放しだってしちゃう。それはいろいろまずいんでやめてください。ちくわがあるから大丈夫だろ。やっほーい。すごいスピード感。おろろろろろろ。おにぎりの効果は短かった。さあでもすべてのボタンを押して到着いたしました。いつもと違った編集にしてみましたがいかがだったでしょうか。唐突にリスナーに話しかけるじゃん。カービィ実況ではいろいろなことに挑戦していきたいと思ってますので自由すぎる。お付き合いいただけると嬉しいです。ということで我々の立ち絵を救出いたしました。ちくわ外してもらえますか。ということでゴールです。隠れ道ですが、本当に序盤の右側に、もうすっごい序盤だね。隠し通路があるのを見つけました。ミッションはさらに奥に行くって感じだったよな。さらに進むとあるものを発見したのです。おっさんの靴下？なんでだよ。いや、あのご飯ってなる能力です。語彙力のなさ。ということでこのミッションもクリア。そしてキャロラインのノーダメミッションがあったので、いつものごとく、私はソードのガードを使い続け、マリちゃんに倒してもらいました。今回はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。バリバリサンド、バリバリマリラリス、それなら僕と踊りませんか。バリバリサンド、バリバリレキラリス、だってそれはさよならのあいつ。ということで帰ってまいりました。前回の動画は賛否両論ありすぎて。さあ前回までの記憶は綺麗さっぱりなくしてあげましょうね。皆さんこの画面からは怪しい電波が出ています。お気をつけを。いや出てないから。普通にご視聴して大丈夫だから。サンドイッチとかおにぎりとか出てこないだろうな。安心してください。出てきません。おいなんか地下に誘われてるじゃねえか。これタイラント戦が始まりそうな感じがするんですが。これバイオハザードじゃないから。ロケラン用意しておけ。だからタイラント戦にはならないから大丈夫。なんかショーでも始まるような感じですけど。全然歓迎ムードではねえな。まあ我々が主役の正義のヒーローと射程ってところですかね。誰が射程だ。溢れてる射程感。おい、お前らの有り金全部だしな。恐喝ヒーローじゃねえか。そんな正義のヒーローは嫌だ。奴らを宝置いていきましたぜ。お前の方がよっぽど射程感出てるわ。早速一つ目のミッションクリア。てかさ、お前の体力なんでそんなモリモリなんだよ。これには深い訳がありまして。死にたくないからですね。浅い理由だった。まあ私のこの考えは人類にはわからないだろうね。いや大体わかるよ。霊夢も人類だしな。おや？話が通じないな。モールス信号なら通じるか。お前が一番話が通じてねえよ。誰だよまた私のブロマイド飾ってんの。アルマジロの変態じゃないすか。5枚も貼ってあるとか熱狂的な私のファンだな。いやどっちかというと恨まれてんのよ。そして道中マリサのペットのブラックサンダードラゴンを救出しまして。私そんなペット飼ってない。さあ行くか。しっかり気に入っている。ということなんで霊夢一人で行ってくれ。なんでだよ。そりゃうちのブラックサンダードラゴンが休憩しようと言っているからだ。彼女ができたら友達は放置するタイプかよ。ブラックサンダードラゴンの言うことは絶対なんだぞ。ブラックサンダードラゴンの言うことは絶対なのかよ。ブラックサンダードラゴンって名前投げよ。略してブサドだな。なんかやだよ。ブラックサンダードラゴンがブサドは気に入ってないからダメだ。じゃあ暗黒の闇から舞い降り雷神の友人でどうだ。12秒が過ぎるだろ。略してコクライユー。めっちゃかっこよくなった。それをさらに略してコラル。まあ候補には入れといてやる。奥にガマブチガエルが見えますね。ねえ今閉じ込められた気がしたんだけど。拉致監禁ですね弁護士の用意を。それはああいう状態のことを言うんだろうね。マジでガチのやつだ。デデデの野郎マジで許せねえな。とっ捕まえたらわがままボディっていうシャツ着せてやるからな。確かにわがままなボディはしてる。てかこのガマブチガエルの頭上のワドどうやって助ければいいんだよ。我々には飛行という技がちょっと全然飛べないわ。飛べない餅はただの餅。といったんて廃所を見つけたので剥がさせてもろて。この角度見つけにくすぎない。どこかに水があると思われるので先に進むことにしますか。コラルは火属性とかありそうなんで探してきて。うちの子は雷属性ですけど。サンダードラゴンって言ってんだ。最終回にはすっごいでっかいかっこいい竜に覚醒するんですよね。あちー。
お前電車とか絶対乗らない方がいいよ。毎回ホームと電車の隙間に落ちてそう。転がろうとするから隙間に落ちるんだな。皆さん電車は回転乗車はおやめください。それただの危ない人だから。いろんな意味で危ない。おやー、大変危険なのでやめましょう。うおー、大変危険だって言ってんだろ。わざとじゃないんだって。もう頭もつるっぱげになっちまった。真剣にやれよ。仕事じゃねえんだぞ。いや、半分仕事みたいなもん。あ、ようやく水飲み場ありましたよ。グビ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 ー。じゃあ戻るか。玉口ガエルさんよ。お体きれいにしましょうねー。はい、お腹流しますよー。これで成仏できそうじゃ。いきなり喋り出す設定なんなの。でもこれでコンソメのゆっくりムービーメーカー4の編集データを助け出せそうですね。編集中のファイルをなくしたらマジで地獄。253日は立ち直れないですね。気づきすぎじゃない。ということでコンソメのゆっくりムービーメーカー4の編集データを救出いたしました。これですね。渡しておきます。ちょっと私にも牛乳くれよ。あ、奥にコインが誘導してくれてるようだな。戻ってみますか。最悪だ、最低だか、アビリのせいだ。霊夢何見てんだよ。さっきコンソメに渡した編集ファイルか、歌の編集ファイルだった。その動画誰に需要あんの。まあ気を取り直して自販機でも食していきますかね。気の取り直し方がおかしい。パソコンを起動して。え、何しようとしてんだ。え、編集ファイル復元できたのか。次からは主役の座はこいつにしよう。おい、私の立場がなくなるだろ。誰よりもしっかりしてるんだが、名前なんだっけ。いろんなもの経由したからオブワー。お前せっかく兵があるんだから活用しろよ。へえ。いや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 、お前には罰として真顔が太郎とデートしてきてもらう。あんな奴と休日を共にしたら精神が壊れてしまうわ。何言っても真顔で返答される。そして道中キルノの指輪を救出し、バカ。あ、これ中身ポテコっすね。そして新しい場所に到着。またあんな高いところに窓が拘束されてるじゃねえか。そう、デデデの野郎絶対許さねえと。捕まえて激安の電動じゃねえよ。 T シャツ着せてやるからな。デデデの私服が増えるな。私服の趣味が最悪。食われた。私バナナじゃないんだから美味しくないぞ。もう世の中にはバナナイコールマリサ、ゴリライコールマリサ、オリーブオイルイコールモコミチみたいに印象づいちゃってるのがすごいですよね。いや、最初の二つおかしいだろ。いや、三つ目もどうなんだ。でもスプラやっててバナナって名前の人がいたら東方好きかなって思っちゃうのは私だけですか。お前だけだよ。じゃあとりあえず船探しますか。急に実況に戻んな。このワニを撃退するには船がどこかにあると思うんですよね。それかぞ。世界最強の動物じゃねえか。そんなガキな戦いここで見たくないんですけど。てか霊夢のその動きについてくのめっちゃ大変なんですけど。必死についていくワドが可愛すぎる。ほら、お前、うちの子が私に合わせて行動しろって怒ってるぞ。そのドラゴンを出してくるのはずるい。違いますよ、きっと今のは。ライスとカレーは相思相愛って言ったんです。お前とは会話のキャッチボールができそうにない。ここまで暴走してきましたが、やっと輪っかと船を発見しましたよ。お前はいろんな意味で暴走してる。さあ、また戻りますか。おやー、うわー、誰かこいつの暴走を止めてくれ。船と輪っかがあればワニなんて世界最弱動物でしたね。舐めてると痛い目見るぞガキが。ということで妖怪鏡太郎を救出いたしました。じゃあ、さあまた戻りますか。さあ次は空の旅ですよ。もう頬張り系が満載だね。もうかなり終盤に来てるのではないかと思われますね。いやー、今回も長かったカービィ実況。なんかまだまだありそうな気がするんだよな。怖いこと言うなよ。この風車みたいなやつなんか無意識に回すようにしてますけど、何か意味あるんでしょうか。意味があるからあるんじゃねえの。全部回したらきっといいことがあるんだ。何そのざっくりとした理由。でもそうですよね、きっと願い事が叶うんですよね。そこまでは言ってねえよ。全部回したら靴下に一生穴が開きませんようにってお願いするんだ。本当に願い事それでいいんか。億万長者にしてくださいとかの方が靴下腐るだけ買えるんじゃね。夢がないな。いや、霊夢の方が夢ないわ。靴下に絶対穴が開かないんだぞ。それの方が夢があるだろ。いい加減にして。静かに怒られたんだけど。一番へこむやつ。お願いだから今覚醒しないでね。ということで引き続き風車回していきます。あ、なんてことが起きるんじゃないかと思ったあなたたちの妄想ですよ。それは無理がある。次は右かい。おおおおおおお、なんか今ので全部回したっぽい。全部回すとワドが出てくる仕様みたいだな。え、願い事ということで3日間私が履いた靴下を救出いたしました。うげー。その靴下3日間履いても破けなかったからきっと一生開かないよ。そんなことは絶対にねえよ。でかい入り口が閉まっていく。わお、ダイナミック。相変わらずひでえ操縦だった。次の頬張りは三角っぽいですね。またどうせ奥まで行かないとダメなんだろうな。私今能力暴走なんで一瞬で到達できますよ。その能力暴走って名前じゃないから。暴風。まあ間違ってはない。じゃあマリサついてきてくださいね。いや、その速さ私はついていけねえって。すげえすげえ、無敵ですやん。無敵ではなかったようですね。やかましいんだよ。でもあのでかいバッファローもこの通りですからね。もっと制御がつけば最高。はぁ、やっと追いついた。三角頬張りはまだ見つかんないのかよ。現段階では見つかっておりません。マジかよ、今回のステージ長すぎ。とりあえず私のランナキの手配書は見つけました。私ってランナキ姿も可愛い。あれ、5枚も剥がしたっけ。まあいいか。さあ三角を頬張りまして、さっきから岩をぶつけてきてるあいつを懲らしめに一歩しますか。さっきから安全な場所から岩投げてきやがって。デデデの前にあいつに来させてやんなきゃダメだな。あいつが来ても意味が通じねえけど。あ、これ地味に床沈んで痛すぎるんですけど。顔面にぶつけるとかやっていいことと悪いことがあるでしょ。あ、ちょっと待って、乗れなくなった。退却、退却だ。いや、こっちも戻れない。あいつ絶対許さないかん。まだだ、私の体力は。どなんなんマジで。後ろだー。いや、あの復活する位置となんか一歩前に出る仕様悪意ありすぎだろ。ガチで3回同じ落下見ると思いませんでしたわ。うちの子も喜んでるよ霊夢。絶妙にムカつくぜ。いや、でももうここまで来れば安心だろ。安心ではないですね。ここのチャンネル安心な時がまずないですね。え、これあそこまで届きます。私のジャンプ力をもってすればいけるか。
私のジャンプ力。今のお前のジャンプ力5歳児よりないんじゃない？あちー。なんてことがあったんですよ。知ってるよ、数秒前の話だもん。この柱気づけば傾いてきてるんですよ。なので焦らず背中に乗れば何の問題もなかったんですね。いや、ちょっと私どこ？何に被弾したの？爆風ですか？で、最後の報酬は？おお、ここがゴールだったんですね。今回なんかお腹いっぱいだわ。マジ？これだぞ。一生無理だろ。一生無理ってことはねえよ。絶望的ではある。だが私は作戦を考えた。マリサに先に行って敵倒してもらおう。相変わらずせこい作戦で。敵を全滅させてから焦らずゆっくり渡ればなんてことはありませんでした。それでは今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。なんでなの、ちょいつもり。なんでなんだ、そんなもんか。ちょ、下手。今回もカービィ実況やっていく。ちょっと待って、王の御前ってこと？違いますね。王様結構質素な食生活。じゃあ王の御前ってこと？午前中はサッカーとか健康的。違うよ、王の前座的な感じか。ということはその前座を倒せば次はボスってことですか？このシリーズもとうとう終わりが見えてきたってわけですね。ノーダメミッションありそうだから剣の能力でいこう。お前また私に攻撃をしつけようとしてんな。何かあったらマキシムトマトがありますから。私トマトあんま好きじゃないんだよな。ことこと煮込んでケチャップにするから。そんな時間ねえだろうって。いるな前座のボスが。はい。どうせ前座だから小物ですよ、きっと。ウサギさんかな？確かにウサギのマークついてんな。いや、これウサギじゃなくてピースマークなんじゃ。え？背中にピースマーク、そしてこのでっぷりとした体。もしかしてお前は、ボンジュールヨシオ？誰だよ。一緒に肩組んだ仲じゃないですか。知らねえよ、そんなやつ。てかウサギさんじゃなく、ワイルドデデデー。お前ペンギンからイノシシに乗り換えたのか。これじゃあもう激安の電動 T シャツ着せれねえじゃねえか。ということでマリサさんお願いします。お前最後の最後でもそれなの？実況者として恥ずかしくないの？実況者のプライドなど等に捨てたわ。じゃないとこんなプレイお見せできないよ。おい、せめてスタンしてる時ぐらいは攻撃しろや。いやもう今あいつは霧雨マリサ専用サンドバッグだから。勝手に私専用にしないでくれる？どっちかというとお前がデデデ専用サンドバッグになってるけどな。サンドバッグはただひたすら耐えるのみ。いやたまに攻撃もして。うわー、あの回転攻撃にも耐えられる私すごい。そんなこと言ってないで目を回してる。今が攻撃のチャンスだ。いやお前何にじり寄ってんの？攻撃のチャンスなんだって。私は今まだノーダメミッション挑戦。あ、ちょっとさすがにこれはまずいか。耐えられちゃうんですね。やっぱりソードの盾は最強だぜ。上からの攻撃も耐えられるんだからな。それ本当にどういうことなの？てかお前倒れてる時ぐらい攻撃しろって。はい、そこ仲間割れしない。マリちゃんのサンドバッグはあっちのイノシシですよ。うわー、待って、こんなに叩かれてるのに被弾してない。全面しか守ってないように見えて頭上も守れるという。炎攻撃だって根気くしょー。お前何してくれてんだよ。攻撃。ノーダメミッションがなくなった私の攻撃を止められる者は誰もいないぞ。ゴリ押し。今までよくもサンドバッグとして扱ってくれたな。お前が自らサンドバッグになりに行ってたんだろ。それは仮の姿だ。ボス戦になったらほとんどがあの姿じゃないです。むしろ真の姿。よし今だ突撃。そんなイノシシの仮面剥ぎ取ってやるわ。やれ。やっちまえ。さっきまで盾構えるしかしてなかった人ですか？何少し体力残してんだ。いやあんたらオーバーキルすぎるから。もうそんな頑張るなよ。お前の体力はもうミリだぞ。いやそれはないわ。こいつこんなに動けるペンギンだったのか。いやペンギンならペンギンらしく動いてくれ。今こいつはイノシシになりきってるとしか思えないな。でででいつもの勇ましい姿はどこに行ったんだよ。だけどもう見足は可愛くてよ。いやーちょっと相撲信してこないでー。かつらがラガンデで歩くのと同じくらい恥ずかしい。いやハゲがお前のデフォルトだから。ケツだ。ケツー。あいや抵抗しないの？ちょっと仮面の下の顔が赤らんでる感じもするが。でこいつ走り回ってるだけで全然攻撃らしいことしてこないじゃん。ならば私のため打ちをお見舞いして差し上げましょう。おやー、それ私だっての。イノシシの仮面をかぶったペンギンに見えましたわ。いや普通の攻撃できるのかよ。ケツー。ケツしか言ってないじゃんかこの動画。終わり。デデデお前の力はそんなもんじゃないだろ。あ、仮面が壊れました。もしかしてあの仮面で操られてたんか。息はしてるみたいですね。よかった。あんなにケツに攻撃してたくせに。それにしてもデデデってあんなに赤ら顔だったんです。わからん。マリちゃん頑張れ。見てくださいよ、この盾溶岩もガードできちゃいますよ。万能すぎんだろその盾。ということで今回もこの方法でノーダメミッションクリアです。マリちゃんありがとう。そして2段階以上進化したアイスで氷漬けにしてこのミッションも楽勝クリア。アイスマジで強い。そしてこの世界のアドルディは全部救出いたしました。それでは続きをどうぞ。デデデ大丈夫か。霧雨マリサ専用サンドバッグになっちまったばっかりに。なんか誰かに操られてたって感じなのかな。デデデとの関係ってそういう感じなんですか。てっきり敵だとばっかり思ってましたが。いやーうちのマリサが悪いことをしたな。いや最後はお前も思いっきり攻撃してただろうが。でもデデデが操られてたってことは操ってた奴がいるってことですよね。あ、おそらくここからが本当のボス戦だ。あのエレベーターの先にいて。なんだ地震か。よくある建物が崩れる的なあれです。いや違うな、敵の襲撃だ。敵の王者に地面揺れてるってか。とにかくあのエレベーターに逃げましょう。急げ、相手の量は尋常じゃないぞ。
あ、ワドジロー、誰ですかワドジローって。今適当につけました。って、ワドジローが転んでるんだって。ででで何やってるんですか、早く乗らないと。ワドジロー立てるか。いやこのままじゃワドジローが、もう全種類集結してんじゃねえの。いやがまぐちがいるがいの。ででで、私もスケダチータスと。エレベーターの扉が、ででで、急いで、私の握力じゃ数秒が限界よ。ででで、ってこんなに優しいペンギンだったんだな。ででで、急げって。いや、これはもしかしたら。お前、自分を犠牲に。ない。さあ、俺に構わず先に行けってことだな。男が過ぎるぜ。ワドジローお帰り。ででで、この戦いが終わったら絶対にまた会おうぜ。それまで死ぬんじゃねえぞ。